カラーバリエーションお名前マッキーハイマッキーはゼブラが製造・販売する油性マーカーの商品名。ハイマッキーは両頭にペン先を有し異なる太さの線を描くことができるのが特徴。ゼブラのその他の油性マーカーと一部水性マーカーはマッキーの名が付いている。マジックインキの対抗商品として1976年に発売された。両頭で芯の太さが異なり、 一本で、太線、細線の両方が書けるのが特徴。油性アルコール系インクを使用しており、速乾性、耐水性に優れている。紙、布、木、ダンポールガラスプラスチック、金属、ビニール類に最適。黒、青、ライトブルー、緑、ライトグリーン、木、ピンク、紫、赤、オレンジ、ライトブラウン、茶の全12色が存在する。 プロダクトデザインはゼブラの渋谷久都市。グラフィックデザインはゼブラの中島優によるもので、そのデザインは発売当初からほとんど変わっていない。ハイマッキー大型の手書きポスターやポップを描く際によく使われる。太さは左の太しが 6.0mm、右の際は1.5から 2.0mm。全12色。マッキー国ボスト定番商品。 サインペンとしてよく使われている。太さは、左のサイが1.0から1.3ミ、mm、リメートル、右の極細が0.5ミ、mm、リメートル。全12色。マッキー極部と太さは、左の平ら心が8.0から17.0ミ、mm、リメートル、右の角芯が10.0ミ、mm、リメートル。黒、青、赤、緑、黄、ピンク、紫、茶の全8色。 マッキーノックサイジ2006年発売。キャップがいらないノック式。芯は片頭のみ。太さは1.0から1 3ト、mm、ル。黒、青、赤、緑、ピンクの前後色。2006年にグッドデザイン賞を受賞。お名前マッキーサイジフに書いた時の滲み。洗濯時の色落ちを抑えた名前書き用のサインペン。芯は片芯のみで。 太さは1.2から1 5ト、mm、ル。黒色のみ。お名前マッキー療養蒸気商品の両頭タイプ。太さは極細が0 5ト、mm、ル。サイズが1.0から1 3ト、mm、ル。黒色のみ。ハイマッキーケア詰め替えタイプ2005年発売。ハイマッキーをインクカートリッジ式にし、カートリッジを交換できるようにしたもの。全12色。 マッキーケア極細ボ詰め替えタイプ2005年を発売。全12色。ハイマッキーマウス2006年に東京ディズニーシーで期間限定発売された商品。ビームスディズニーゼブラのコラボレーション商品。ハイマッキーの太側のキャップをミッキーマウスの顔のシルエットにしたもの。黒、赤の全2色。ハイマッキーミニチュアボールペンストラップハイマッキーの形をした。 ストラップ型のミニボールペン。太さは0 7ト、mm、ル黒、青、赤、緑、黄、ライトブルーピンクオレンジの全8色。紙用、マッキー2007年発売。裏移りを防止を目的として、水性顔料インクを使用した商品。太さは、左の平ら心が5 6ト、mm、ル右の角芯が1.4から1 7ト、mm、ル黒、青、赤、 緑、黄、ライトブルーピンクオレンジ、赤紫、紫、茶、グレーライトグリーンベールオレンジライトブラウン、蛍光緑、蛍光黄、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光青の全20色。紙用、マッキー極細2007年発売。太さは、左のサイが0.7から1 2ト、mm、ル、右の極細が0 5ト、mm、ル。全20色。 マッキーワーク2018年8月24日発売。ネット通販などによる段ボール梱包物の扱い量増加に伴い、ハイマッキーに安全性を考慮した段ボールオープナーを搭載したもの。再利用キャップに梱包用クラフトテープや布テープのカッター機能を持たせている。オープナー部は怪我や商品への傷つきを防ぐ樹脂製でラベルともども黄色を配している。 黒、赤の全2色。ありがとうございます。